さあ私は今回名古屋にやってきました。今時刻が夕方の5時半前なんですけど、名鉄の堀田駅に今降り立って、視聴者さんにおすすめしてもらったお店に今から行こうと思います。あれあれや、え、すごい、すでにもう並んでるんやけど、すごい、やっぱ大人気店やわ。ということでやってきたのが土手の品川。1959年創業のザ・昭和の渋い雰囲気がたまらないお店。このお店の名物がもつを味噌で煮込んだ名古屋飯の土手。創業以来継ぎ足しで受け継がれている伝統の味なんです。私は予約をしていたので店内の座敷だったんですが、外の立ち飲みだとセルフで取って自分で土手鍋につけるそうです。それもめっちゃ楽しそう。名古屋の夜に乾杯。美味しい。すごいなんか親戚のお家に来たみたい、そんな雰囲気。めちゃくちゃうまい、すごいね、これちょっと待って、こんにゃくやばい、なんやこれ、めっちゃ美味しそうなこんにゃく。本当美味しい。めっちゃビールに合う、最高にうまいんやけど、味噌の味がほんまに深いのよ。歴史を感じる味というか、味噌の味にすっごいコクと深みを感じる。見た目真っ黒やから濃いかなと思うかもしれんけど、これがほんまに濃くなくて、全然くどくなくて、あっさりしてるって言っちゃってもいいぐらいのすっごい美味しい味噌。土手焼きなんかはもうほんまにプリプリで、これ1本120円と思えへんぐらいボリューミーやし、もうこんにゃくは中まで味がしみしみやし、今まで食べた名古屋飯の中で一番美味しい味噌かもしれへん。それぐらい美味しい。串カツも味噌の味がキュッと染み込んでて最高に美味しい。やばい、めっちゃビールが合うねんけど、すっごい美味しい。さっき味噌が続いたからちょっと味変で醤油味の豚焼き、これ豚のホルモンって言ってました。うわうわ待って、味噌も美味しいけど、もうすごいうまいんかい。甘辛い照り焼きの醤油タレがこれでもかっていうぐらいたっぷりとかかってて、ホルモンの中に美味しい醤油が染み込んでて、ね、噛めば噛むほどこの豚のホルモンの甘みも溢れてきて、めっちゃうまい。やばい、これはもう名店やわ、名店。めっちゃくちゃ美味しい、ほんまに。
平常に断られない。美味しい、めっちゃ美味しい。塩加減も抜群で、ゼリーもめっちゃコリコリで最高に美味しい。ちょっと待って、これ心臓もさめっちゃ大きいね。ドン。めっちゃうまい。はい、トンシアになります。はい、ありがとうございます。ちょっと気になったトン揚げ、揚げてやる。うん、うん、カリカリで、揚げてるとこの豚の甘みと油の甘みがあってめちゃくちゃ美味しい。柔らかくて美味しい。ビール追加。はい、醤油のカツです。はい、ドテとこんにゃくと味噌カツになります。はい、ありがとうございます。いやー、追加した。こっちが串カツの醤油で、これが美味しかったドテ焼きと串カツとこんにゃくを追加しました。いただきます。甘辛加減が最高にちょうどいい。味噌も美味しいけど、醤油もほんまに抜群に美味しい。ビールが最高に美味しい。最後の一本、どて焼きで締めます。めっちゃうまい。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。個人的にすごい気になってたお店でもあって、で視聴者さんにおすすめしてもらったから今回行ってみようかなと思ったんですけど、味噌の味も絶品やし、それ以外のものもほんまにめちゃくちゃ美味しくて最高のお店でした。名古屋の栄にやってきました。今からもうホテルに行って、でも今日は疲れたんでゆっくりお風呂に入って寝たいと思います。で明日は神戸に帰るまで名古屋のグルメ、いろんなものを食べ歩きしていきたいと思います。というわけでまた明日、おやすみなさい。バイバーイ。名古屋2日目です。あいにくの雨なんですけど、今から名古屋のご当地グルメを食べに行きたいと思います。ということでやってきたのがソーレあんかけスパ総本店。長年愛され続ける昭和36年創業の名古屋名物あんかけスパ発祥のお店。ちなみにあんかけスパとは、茹で置きしておいた太いスパゲティを焼きそばのように炒めて、最後にとろみのあるあんがかかった料理。見慣れない名前のものがたくさんあったんですが、最も定番だというミラカンを注文しました。ピリ辛の味で、最初一口食べた時びっくりしたんやけど、でもこのピリ辛がすっごい美味しい。
なんやろ、なんか中毒性のある味で、一口食べるとまた次も食べたい食べたいって感じの味。で、麺も結構太めやからもちもちっとした食感があって、麺の存在感もすごいあって、あんかけの味が結構ピリ辛でインパクトがあるから、麺もこれぐらい太い方が合うんやと思う。で、赤ウインナーとか玉ねぎとかハムとか入ってて、なんかそれが懐かしい素朴な感じの味になってるし、あとトマト入ってるからトマトのフレッシュ感もあってめっちゃ美味しい。美味しかったです。ごちそうさまでした。なんかすごい中毒性のある味で、今食べ終わったばっかりなんですけど、また食べたいって思うような、そんなご当地グルメでした。じゃあ今からお口直しに甘いものを食べに行きたいと思います。とももぐ、続いてやってきたのが部長コーヒー。自家焙煎のコーヒーと自家製の小倉あんがいただける大人気の喫茶店。本当はモーニングに行こうと思ってたんですけど、人気やから行列がすごいと聞いたので、今回はあえて時間をずらしてやってきました。ということで、午後も食べられるモーニングセットを注文します。セットのドリンクはブレンドコーヒーにしたんで、おかわりもう一杯無料でできます。酸味がなくて苦味がしっかりとしたコーヒーでめっちゃ美味しい。よし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 、これ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 、なんかこうやって見たら結構ボリューミー。普通の食パンとカイザーパンと選べたんですけど、カイザーパンにしてみました。ちょっと待って、これどうやって食べる？食べ方が分からへんねんけど。重たっ！めっちゃずっしりしてる。じゃあちょっと贅沢にいただきます。おいしい。サンドした方がいいんかな。サンドした。めっちゃ美味しい。小豆が一粒一粒しっかりと粒立ってて、甘さは結構控えめで、すごいあっさりと食べられるあんこでめっちゃ美味しい。で、結構バターもたっぷりと入ってるから、バターとあんことこのカイザーパンの組み合わせがめっちゃ良くて、このパンもサクサクっとしてるから、それがすっごい美味しい。美味しい。このアイス濃厚なソフトクリームで、きな粉とソフトクリームの相性がめっちゃ良くて、きな粉かかってるところすっごく美味しい。ソフトクリームの中にコーンフレーク入ってるかと思ったら、ぎっしりときな粉入ってたもん。最後の一口、
プラス250円したらこのきな粉のバターを乗せれたんやけど、まあ、今回はオブランだけを楽しもうと思ってやめたんやけど、やっぱこれ美味しそうやなと思ってちょっと味想像してみようかな。これできた、美味しい。部長コーヒー美味しかったです。ごちそうさまでした。甘いもの食べたかったからなんか欲が満たされた、大満足です。じゃあもうそろそろ帰る時間が近づいてきたので、ちょっと早いんですけど締めの晩御飯に行きたいと思います。トモモグ、最後にやってきたお店が朝日屋。昭和9年創業の現在の店主さんが3代目という歴史ある老舗のお店です。机にさ、めっちゃメニューが置いてある。すごいメニューの数やねんけど、めっちゃあるやん。わあ、どうしよう。飛んだらダメなんでエプロンしてくださいねって言われたんやけどすごい、めっちゃエコやなこのエプロン。よう考えられてる。はーい、あーすごい、モクモクです、ありがとうございます。すごい、早く食べないとジュージューが終わってしまう。よいしょ、卵最初にもういっちゃおう。うわー、やばい。うわ、めっちゃ麺が太い。もちもち、うん、おいしい。口に入れた時の麺のもちもち感がすごいね。めっちゃもちもちで、普通のきしめんよりも全然太いから、この麺の存在感がすごいあって、見た目結構濃そうに見えるんやけど、思った以上にあっさりとしてる。味噌の味もほんまに甘ったるいきつい味じゃなくて、優しい味わいで、すっごい食べやすい。めっちゃおいしい。ほんまに味噌が全然くどくない。中から豚肉も出てきました。結構中の方からもお肉がゴロゴロ出てくる。白ご飯頼んでこの味噌をご飯にかけながら食べるのもいいかも。ご飯と相性抜群やわ絶対。このあれですか、太きしめんのこの鉄板のシリーズはまだまだそんな10年ぐらいかな。この太きしめんを使って、じゃあよそ様ではやってないことでなんかできないかねって言って、もう毎日あの主人と2人でお昼ご飯が試作でこうやって食べて、これは違う、これもなんか変みたいな。ありがとうございます。またお願いします。いいお店、待ちしております。めっちゃ楽しいお店やった。ご夫婦でやられてるんやけど、もう奥さんも明るいし旦那さんも明るくて、めっちゃお話上手で、すっごい気持ちが明るくなるお店やった。これ名古屋来たらまた来たいお店、ほんまになんかすごい癒されるし美味しかったし、いいお店でした。ごちそうさまでした。じゃあ今から青春18切符でやってきたので、今からもう3時間半ぐらいかけて神戸に帰ります。ということで、もう雨も降ってるし急いで今から名駅ね、名古屋駅名駅に行って
帰ります。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。名古屋最高でした。バイバイ。前髪編、このまま今日は名古屋に泊まして、味噌の味も絶品やし、串焼き焼き鳥串焼き、あ、ちょっと待って、頭入らへんよ、持ちながら、あ、あ、くもちゃんくもちゃん、もう半分出てきた、ちゃんといた。とモモのモグ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 プ、モグモグプ、モグモグプ。